はよ。おはよ。くーちゃん。くーちゃんそっちに寝てるの？おはよ。くーちゃん早起きだよ。大8時にご飯くれって起こしに来てくれます。食いしん坊ちゃん。寝るとベッドからの挨拶ですいません。昨日めちゃくちゃ食べまくったんですね。その様子はみそちゃんの YouTube の方でアップされると思うんですけど、もうね相当食べたし相当楽しかったんですよ。なので今日は食べ過ぎた次の日のリセットご飯っていうか過ごし方を Vlog でお届けしたいと思います。まず朝起きたら常温の水を飲みます。うわめっちゃ喉乾いてた。あー昨日相当楽しかったな。くーちゃん飲まないでお水。あーママのお水取んないでよ。くーちゃん人間の子供ですか？くーちゃんもういいよ、じゃあ飲んでいいよ。もう一杯飲むから。昨日はまず韓国料理屋さんに行ってしこたま食べて、でその後カフェ行ってケーキを食べたの。でもそのケーキが一人一切れずつとかじゃなくって、4号のホールケーキいけんじゃないみたいになって、確かに一切れがちょっと小ぶりだったわけ。一切れ頼むんだったら4号頼んだ方が安上がりだしお腹いっぱいになるしって言って2人で4号のケーキを1個食べたのね。で店員さんに、あお誕生日ですかみたいな、お持ち帰りですかとか言われて、いや普通に今ここで食べてっていいですかって言って、そう2人で4号のケーキを食べて、でその後に映画見たいねってなって映画を見に行ったの。でもそこでもさ、いやケーキ食べた後だよ、ケーキ食べた後にポップコーンのペアセットキャラメルと塩味を食べて、でその映画終わった後にラーメンも食べたいねってなったんだけど、さすがにラーメンは食べ過ぎってことになってラーメンは食べなかったんだけど相当食べた。なのでやっぱあんだけ食べたらね朝体重いですわ。でも相当楽しかったんだよね、マジで楽しい。今13時半なんですけど、まあお昼ご飯ですね、朝とお昼ご飯にこのプロテインを飲んでからピラティスに行きたいと思います。正直全然お腹空いてないんだけど、やっぱり何かね体にいい栄養を入れてから運動した方がいいかなと思うので、筋肉を大きくするっていうよりかは割とこのプロテインは女性向けなプロテインです。体にいい栄養を補ってくれるプロテインになります。私はいつもお水で割ります。この前も動画で紹介したピラティスにやってきました。やっぱりねあれだけ食べたらそりゃ体が重いわっていう感じで、いつもよりなんか体の動きがちょっと鈍かったなっていうのはありました。だけど時間をかけてゆっくりストレッチをしてあげるとほんの少しずつですけど結構ね柔らかくなったりしたので、やっぱりね私はピラティスすごい合ってるなと思いました。この動きはお腹だったかな、あとは足裏を使うストレッチなんですけど、めちゃくちゃ難しくて、基本的に私体硬いのでピラティスのストレッチ系もね冷や汗かいてくるぐらい苦手なんですけど、やっぱり体はね柔らかい方がいいってことなので今日もしっかり頑張りました。はい、ピラティスでしっかり体を動かしてきました。はあ、すっきり。でこの後は足のエステを予約しているので、表参道にあるので今ここ外苑なんですけど歩いて向かおうかなと思います。私はなんか食べ過ぎた次の日とかは顔がむくむっていうよりかはなんか足がめっちゃむくむんですよ。今日はしっかり足のマッサージ毒素を
ゴリゴリに流してもらいたいと思います。今から行くところ、前も YouTube で紹介したと思うんですけど、もう超上手なの。めっちゃマッサージが上手くて、うわこれ毒素流れてるわって感じだから、そこに歩いて向かいます。はい、今回もしっかりゴリゴリに足のむくみ毒素を流していただきました。やっぱりね、これやると全然違うんですよね。めっちゃすっきりしました。今日の夜ご飯はこんな感じで、だししゃぶしゃぶです。まあ作るの簡単だし、めちゃくちゃ美味しいし、お腹もいっぱいになるので、これをいつも食べてます。野菜たっぷりに豚しゃぶ肉っていうんですか、あとはこれね、こんにゃくなんですけど、春雨だと結構ねカロリー取りすぎなので、私はいつもこんにゃくをちょっと春雨代わりにして食べてます。いただきます。まずは卵を溶きます。冬はだいたいこの鍋食べてる。お鍋に野菜たっぷり入れて、ちょっとクタクタになってきたなと思ったら豚肉投入します。こんな感じでしゃぶしゃぶ。お肉に火通ったら、レタスとか水菜、白髪ネギを一緒に取って、卵に絡める。これ最高に美味しい。うん、このだししゃぶやるといくらでも野菜食べれる。だししゃぶにするときは、若干ちょっとだし濃いめに作ってしゃぶしゃぶさせた方がお肉とか野菜に味が染みるので、そこだけかな、作るポイントとしては。これね、本当にお腹いっぱいになるんだよね。満足感がすごいから。だいたい私が調整するときに食べるご飯は、このだししゃぶしゃぶだったり、脂肪燃焼スープ作ったりとか、粉物がすごい食べたいなっていうときはグルテンフリーのお好み焼き作ったりとか、パスタ作ったりしてますね。おうちご飯ってこう食べた後すぐソファーとかにダイブできるからいいよね。お風呂なんでいつも入ってくるの？くー、いつも私がお風呂入ってると絶対って言っていいほど、くーちゃんはねお風呂の前でずっと待っててくれます。そういう感じで今ね湯船に浸かってます。お風呂めんどくさいけど、しっかりね湯船に浸かって水分を取ってあげると代謝をね上げてくれるので、しっかり湯船に浸かるっていうのも大事かなと思います。こういうリセットをする時のちょっとしたポイントというか、あの知識として、女の子の日、生理が終わった後に
このリセット日を取り入れた方が、うわすごい何か食べたいなっていう衝動にも駆られないし、自然とね体重が緩やかに落ちていきやすいっていう傾向もあるので、私はだいたい生理が終わった日を狙ってリセット日を設けるようにしています。いつも女の子の日って食べたくなったらどうしますかっていう質問をすごいいただくんですけど、私は全然食べます。自然にね体に起こり得るものなので、そういう時はあんまり我慢しないで好きなものを食べるようにしています。でもその代わりに生理が終わったらこういうねリセット日っていうのを設けるようにしています。なるべく自分の体に正直な時に食べて言うこと聞いてくれそうだなっていう時にこういうリセット日を設けるのが気持ち的にも楽だし、体的にも意外と言うことを聞いてくれるかなと思います。というわけで、私がいつもやっている食べ過ぎた次の日のリセット日をご紹介させていただきました。今日はなんかほぼすっぴんみたいな感じでお風呂で終わる感じなんですけど、皆さん最後まで見てくださってありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、おやすみ。